はい、じゃあ今回もメインやっていきます。光陵の章、闇の襲来。闇の襲来。フェルディアでの初戦で勝利を収め、いよいよディミトリとの交渉に臨まんとする連邦国王クロード。しかし無情にも気球の砲が届き、連邦国軍は撤退を強いられる。このまま戦争は終結に向かうのか。皆がその希望を持った時、それを許さぬ者たちがとうとう姿を現したのだ。強行軍でここまで来たが、何が起こっているかは数日前より。そいつらはコーデリア家は違う王国に攻め入る。それが理由は分からないが、次回は、闇にうごめく者たちとの、あ、今回がのバトルですね。まさかセイロス騎士団とか。セイロス騎士団はもっと分別があるだろう。そうじゃなくて、はいはい、実はエーデルガルト闇にうごめく姿を変え帝国内に救っ、正確にはニトマシュのじいさんも、うん、何か心当、残念ながらむしろそうか、あんな連中と関だが、奴らとあなたの記憶のない頃、そうね、奴らの狙いがな、すでに周辺地域にも王国との戦いを捨ててま、君が闇に動く、ここにいる人たち信頼されているんだ。もうあと多分 2,3 本で終わんじゃねえこの実況。いやね、動画100本超えたから、やっぱりねボリュームありましたね、なんやかんや。ひらめいちゃった。私の策を披露しよう。あ、任せてくれ。はい、ぼちぼち。さて、まあ、特にないかな。外伝は、外伝ありますか。あ、これはやったね。そうだね、レオ兄ちゃんとジェラウトさんとあの先生のやつね、やりましたね。はい、さあ、じゃあサクッと伝承基地を見て回りましょう。先生どこすぐに出ないから。あ、いた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 。次の敵は、次の敵はならず者や族とかな。相手が変わろうとも関係ないよ。ただ剣を取る、それだけだね。ええ、うん、それから、あ、ジュディットさん、あ、違う、ジェラルトパッパ。油断するなよ。族退治なんざ飽きるほどやってきたが、今回はどうやら規模が違うようだ。あいつらここではずる賢いのが多いが、組織だった行動は苦手なはずだ。それが連携して動いているとなると、やっぱり黒幕がいるんだ。でな、無駄はするなよ。はい、このような事態になった。はてさて、このような事態になったコーデリア領の人々は無事でいるだろうか。セイロス騎士団にいた頃は何度となくこの手の騒ぎの鎮圧に向かったものだ。たとえ場所や肩書きが変われども、ただ人々のために戦うなのだ。あとはジュリットさん、ジュリットさんもうちょっと出てきてもいいのに、見直したよ。ナデルのやつついてくるかと思ったのに、船を降りずに帰っちまったようだね。あのとこ、王国領内ではパルミラ兵が勝手な略奪をしないよう言いつけてもらった。ああ言うのをナデル、いい加減に見えてしっかりしたとこもあるんだね。ちょっと見直したよ。また会えるといいんだけどさ、結局礼も言えてないからね。へえ、帰っちゃったんだ。さあ、じゃあここを鎮圧。タタタン。ここまで族を沈めてきたが、ああ組み荒らせ、なんでこん、背後でやはやつらに、どういう、昔その時に外見もそいつらが、今思え、そしてまた雑な推理で、お前はこの辺り、確かに
でもお母さんの話めっちゃ聞きたかったよね。コメントにも書いてくれてた人いたと思いますが、うん、じゃあちょっとね進めてこようと思います。では、闇にうごめく者たちとのバトルをやっていきます。コデニア領立体戦ですね。エピソード13まで来た。今日14も終わらせたいですね。大変大変。あ、そうそう、ドロテアちゃんたちがいるんだよね。それで町の兵士さんと過激だ。ミッテルフラ、正確には過激、そういったものが。そういうせ頑張ってるけど。陛下くん。なんだよ、お前らといると。とにかく。ではバトルやっていこうと思います。あ、そうそう、ドロテアちゃんね。ちゃんと説得していきましょう。はい、じゃあ最後ソロン倒すところまで進めてきました。我が名はソロン、獣のはびこる世の救済者よ。壁張るんだよね確か。あ、そうそう、謎の魔導士ね。あいつらはちょっとみんなにはこう倒してもらうか。参加者離れたところにいるからな。みんな、奴らが黒幕だ。残らず撃ち取れ。一人。避難所に敵襲。あなたの敵です。あ、なんかあったな、敵襲。やはり狙ってきたか。レスターの誇りにかけて守り抜くのだ。すげえ、よし、いいんじゃない。まあここはね、もうサクッとね倒しちゃいましょう、ソロンを。妙な仕掛けは解けたみたいだな。あとはソロンのやつを始末するだけだ。はい、わしの邪魔をするでない。ありがとうございました。まあよい、次の機会を待つとしよう。ソロン撤退。逃げられただと。ここまで追い詰めながら不甲斐ない結末だ。だがこれで町の混乱は落ち着くはずだ。みんなご苦労さん。3年前と同じね。あれはせっかく遭遇できたってのに。私もリステア、私のか、あいつらは私の。それで私、その短命の原因はトマシュ、その負荷を。そうか、無理なら分かった。あいつとは。ええ、今のところほとんど一緒なんだけど。バッドエンドの動きと。やっぱり今は分からない。それが君。次あれか、先生倒すやつだっけ。ありがとうございました。お金はシドウでは邪魔仲間になると。ソロンは逃がしたが、俺たちが助けたのは、ま、それに歌姫。あら陛下、せっかく久しぶりに会えたのに。おっと、すまない。戦争が終わったら。さて、俺たちが久々に出会う。クロード陛下。なんだ。はっ、アドラスティア帝国。俺たちの部屋。あ、そうそうそう、帝国から助けてって来るんだ。そうだそうだ。はい、ヘルディアからここまで戻ってきて。仕方ないさ、しかも戦場がガルグマ。俺たちにとって。で、じゃあ前哨基地を見ていきますかね。荒涼の章、過去の象徴。クロードらの迅速な行軍により危機にあったコーデリア領は一応の安定を見たものの、その間に他国の情勢は大きく動いていた。ガルグマクに王国と中央教会の連合軍が攻め寄せ、エーデルガルトが指揮する帝国軍が劣勢に立たされているという。救援要請を受けた連邦国軍はガルグマクへと急いだ。エーデルガルトから援軍要請だと。考えどころって。キルだ、
君は彼女が何できれば一すなわち逆に言えばローレンツ今の帝国。なるほどな。つまりお堅いローレンツらエーデルガルトみたいかな確かに彼女目的のために手段を選ばないって雰囲気ですもんね。でもその点ではクロードと似たところが似たところがしかもクロードの場おいおい、それもそうよね。皆がクロードにローレンツがあんなこと。僕がクロード。まあまあ、俺は勝利を確アリルで奇襲を受け命も危うかった、うん、同じことはもう繰り返さない。ガルグマク大修道院に急行し、それが最小の犠牲で戦争を終結に導く、結果的にエーデルガルトを助けることにもなるが。君がそう考える。そうですね。おでも文句反対意見はなさそうだよ。ならば陛下。ああ、これより帝国軍救援のためガルグマク大修道院に向かう。すぐに出立の準備にかかってくれ、はい、なんかあれだな、またジュリットさん空気になっちゃったな。王国だったらさ、ロドリゴさんも少し出てくるしさ、帝国だったらランドロフさんもっと出てきたよね。なんかストーリーにめっちゃ口挟んでたっていうか、ちょっと悲しいな。この策を試してこれでどうでしょうか。この策を試任せてほしい先生。ぼちぼち。じゃあ前哨基地をサクッと見ていきます。ないよね新しい外伝。なんかこうもう5周目って、あ、金字化の思いしもない。あ、これはやったわ。リステアちゃんとあのグロスタル博のやつでしたよね。うん、こう5週目ともなるとさ、もう新しい要素ってないのか、どうなんでしょう。なんか新エンディング3つ出たらなんかね見られるやつとかあったりすんのかな。そうなると本当にもうあと3本ぐらい2、3本ぐらいで終わっちゃうけどね。そういう理由だった。騎士団を辞めたのはそういう理由だったのか。ああ、だからレア様の目にとどまるものはこれかも避けてんだかな、うん、俺は何が必要だった。あ、はい、ジェラート傭兵団も総力を上げて戦わせてもらうね。アロエスさん、そう、いよいよか、いよいよ教団の方々と衝突することになるのか。以前王都を攻めんとした時に覚悟は決めたつもりでいたのだが、いざ本当に昔の同僚たちと戦うとなると、やはり少しばかりためらいを覚えてしまうな。でジュディットさん、どこ？はい、だいで。エスターの信徒は、ちょっといいかい？私は今でもセイロス正教の信徒だし、主の存在を疑ったことはないよ。ただ信仰のあり方や教義についてはもともと東方教会を支持してたんだ。上教会については漠然と東方教会の上位組織として敬っていたに過ぎない。エスターの信徒の多くは私と同類か、大して信仰心のない連中ばかりだろうさ。まあ、ガルグマクが別格の聖地だっていうのは誰もがそう思ってるだろうけどね。へぇー。じゃあ1個制圧します。はい、タタタ。おい、さっきは何のこと。俺が話を待って。私が俺かな。それ大したことはして、もし他の国に。でもここではわかるよ。だがここの連中は異物が異物じゃなく、フォドラ全体がそうだが、身分による差別をせ、もちろんいい面もその野望のためにね。あのパルミラの王がお父ちゃん、なんだ連れなさあ。まあいや、今は先を急ぐ。まあ、本編の方だとあのそのうち出てくるのかな、クロードの人たちについては。じゃあまた進めてきます。じゃあ行きましょう。ガルグマクでの戦いですね。はい、行ってきます。最初確かムービーだったんだけどね、ガルグマク救出戦。エーデルちゃんはね、護衛していくんですね、確か。今回はここのストーリーやって終わりかなって感じですかね。あ、もしかしたら次回最終回かも。ザラスの闇やって、で、ラスダンやって終わりでしょ。戦況は最悪だな。セーロ…レアさんは来ているな。となれば…なあ、彼女を助けると決めた。あ、
こうなるか。よし。なんか最初ムービー来るだろ確か。来い。助かったわ。まったく測ったような時に現れるわね、あなたは。測っていたかもしれないぜ。恩はいくら売っても損はないかな。なら、一つ借りを返しておく。この後も頼んだわよ、クロード。任せてくれ、エーデルガルト。そのために来たんだからな。準備はいいな。レスターの団結力、連中に見せつけてやれ。では戦闘やっていこうと思います。私はこのまま前に出てディミトリとレアを撃つわ。クロード、援護をお願い。ああ、せっかくここまで来たんだ。お前の期待に応えてやるさ。ガルグマクへの入り口は抑えられた。私はここで敵の侵入を食い止めるわ。陛下だけに無理はさせられません。私も共に待ちわびたぞ、エーデルガルト。貴様の波動もここで終わりだ。これレア様も出てくるなんて。確かに。あ、ディミトリ、あ、ディミトリ行けば。はい、さすがにまずいぞ。みんな、エーデルガルトを死なせるな。はい、我が軍が奮闘している今こそ好機です。大衆動員の正門を迅速に制圧なさい。少し休んでね。レア様も出てくると。この状況を見逃してはくれないか。ガルグマクへ急ぐぞ。戦いが終わった時に勝ってなきゃこの戦果も意味をなさないわ。いや、レア様を倒すのよ。俺の筋肉が叫んでるよ。問題か。おめえは最高にすげえんだってな。行く清掃を経ようとあなた方の愚かさは変わらない。返しなさいこの地を。私たちから奪ったものを。悪いけどあなたを撃つわ。私の出番。それが私たちの選んだ道なの。私の決めは私が正します。あなたを罰することで。あなたにエーデルガルトを組みするとは。失望しましたね、クロード。悪いな、レアさん。はい。あんたがいない世界をどうしても見たくなっちまったんだ。もはやあなた方に救いの道はありません。その大罪に見合った報いを必ず。ありがとうございました。なんとか追い払えたが、レアさんを撃たなきゃ戦は終わらない。追撃の準備を急ごう。敵軍は総崩れ。お疲れ。あ、大活躍だったね先生。あら、あなたの方こそでしょ。王国軍も教団の人たちもかなりの手だれ揃いだったわ。正直あなたたちがいてくれなかったら危ない場面もあったしね。いや、君は強かったよ。危なげない戦いぶりだった。でもそう言ってくれるのは嬉しいね。共に戦えてよかった。私もよ。まだ全部終わりってわけじゃないわよね。この後も頼んだわ。こちらこそよろしく、ね、先生収穫しないね。灰色の悪魔が仲間になった収穫は想定以上にあったみたいだね。君の選んだ道が運命共同体の僕。本当にね。はい、じゃあありがとうございました。クソ A か。え、次で襲撃かな。ありがとうクロード。あなたには大きな借りができてしまったわね。ああ、本当にな。
俺たちに。クロード、悩みとか。いやいや、はい、で、ええ、かな、帝国と連邦、俺は別に王国、王国と中央、そいつはどうか。そもそもだが今帝国の南方、ディミトリも本音。そうかしら。それに事実として、さてな、今回奴が大衆レアさんの身柄を。興味深い推理。いや、正直なところ何しろ俺たちは。なるほどね、中央教会が。おいおい心の底から本気。まあいいわ、私も渡して。エデルガル頑固よね。王国教団の軍は共に来た。そうか、ははっ、てて大丈夫。はい、先行してる傭兵殿ってのはあいつらか。あ、ちょっと待って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 。傭兵殿が先行して敵を追っていますと。お、ちょっと変わったね。もたもたしてられないな。こちらもすぐに。連邦国軍に先を越されましたね。ええ、全軍の2割を割いて追撃を。追撃。追撃軍には私も加わるわ。残りの兵のうち半数は西部の戦線に。もう半数を大修道院の防衛と復旧に当たらせて。2割で大丈夫でしょうか。心配はいらないわ。どうせ連邦国軍がいるから好きにはできないし、大修道院に兵を残さないと。バーリハクがうるさいバーリハク出てきました。さっきの戦闘もカットしちゃいましたけれども。見失った。所在だけでも確認して味方に伝えておきたかったけれど。追撃してる傭兵組ですね。どうした。いや、あ、来たぞ。ようやくこの時が来たと思っただけだよ。へえ、ここで始まるんだね。あ、じゃあ今回ここまでにしておきますね。はい、お疲れ様でした。